ハルトラノ脳は、タカイブキトラノ脳族の多年草、別名、色ソ想。根茎は長く、節が、球状に飛行し、暗褐色で、地表、または地中浅く、横に這う。茎は直立し、高さは3から14センチメートルになる。根質葉は2から3個あり、長い傭兵を持ち、葉身は楕円型から超楕円形、または、卵状楕円型で、 長さ2から1 0センチメートル、先端は単 A 形。円は前円。基部はくさび型になって傭兵に沿って流れ、質は薄い。花の頃は小さいが、花後に卵型の大型の葉を展開する。茎につく葉は小型で1から2個が互生し、短い傭兵がある。夏季は4月。茎先につく果樹は長さ1から3センチメートル。 計6から10ミリメートルで密につき、花柄は長さ1.5から3ミリメートルになる。果敢列片に見えるのは学列片で、学は白色で合心列し、列片は長さ2.5から3.5ミ、mm、リメートルになり、わずかに車状する。湯水は8個あり、学辺より長く、役は小紫色で学辺を突き出る。花柱は3個あり、糸状 果実は高大円形の安せかで、褐色で光沢があり、長さ2.5から3ミリメートルになる。染色体数は 2N イコール24。日本固有種。本州の福島県南部異跡から、和歌山県までの太平洋側、山口県、四国、九州に分布し、山地の木陰、沢沿いの臨床などに生育する。和名、トラノーは、ハトラノーの胃。 春早く開花し、火水を虎尾の,のように出すことから付けられた。また、色派草については、牧野富太郎は、多分としながらも、春に早く火作よりこれを、色派十七文字の最初にザイル色派に比、したるものならんとしている。なお、1856年から1862年に、かけて出版された、いい沼翼祭の、 草木図説せ前編20巻中、第7巻に、ハルトラノーが掲載されている。種商名テニュイコーリスは、細い茎のの意味。日本に産するイブキトラノー族に属する者の,のうち、小型で、低地から産地に生育する者は、本種のほか、クリンユキフデバイストータサフュールタとアブクマトラノー B、オブコメンシスがある。クリンユキフデとアブクマトラノーは、本種と比べ、家系は、 葉より高く、根室用の基部は心形になり、傭兵に翼はない。クリンユキフでは、調整の果女以外に、上部の溶液に無柄の果女をつける。アブクマトラノーの花柄は、他の2種と比べ長い。本種は、家形は、葉より低いか同じ高さになり、根室用の傭兵に翼があり、基部は、節型か、くさび型になる。分類として、 編集に大春虎の王がある。ありがとうございます。